沿岸に大津波警報が出ています。先ほど仙台空港を大津波が襲いました。現在は全て閉鎖、離着陸のストップしている仙台空港ですが、濁流が飲み込み滑走路に大津波が押し寄せました。機材や車を流し、濁流がどんどん東京の方まで到達している様子です。仙台空港の滑走路の様子です。津波が押し寄せ、濁流が滑走路を乗り込んでいます。